よく知らないおじさんに二の腕とか触られてました。店舗前でみかん箱の上で歌歌ったりとか、ちょっとゆで卵って言ってもらっていいですか、小田裕二さん。おい俺が言うのかよ。大石正義と鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょでしょ。あースイッチャーさんが喜んでる。あれなんでこっち見てるの。また好きになってまう。どうもアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。そして私と一緒に地獄の底までついてきてくれる鈴木愛理です。言われてみて。そのセリフっていうことはもしかして、はい、この番組にとあるシリーズのあの方が来てくれるっていうことですか。ついにです。ついに、はい、いやめちゃくちゃ嬉しい。番組大きくなったね。どんどん大きくなってます。8月の7日、はい、日曜日、はい、番組初のイベントアニソン神曲初のカバーイベントでしょでしょの開催が決定いたしました。なんてこったい。場所は、はい、六本木ヒルズアリーナ。なんだって。チケット好評発売中。番組に出演していただいた、はい、メインさん、うん、そしてリーユさん、うん、大川元気くん、うん、このでしょでしょファミリーがですね、うん、ゲストに来ていただけるということで、どんな神曲をカバーしてくれるのか楽しみですね。うん、さあこの夏ねみんなと会えるのをすごく楽しみにしていますので、うん、詳しい情報は番組のホームページチェックしてみてください。はい、お願いいたします。待ってるよ。それでは今回のゲストはこちらの方です。はい、井口優子です。よろしくお願いします。僕はうん、結構仲良くさせていただいてるんですよ、うんうん、犬飼をね、うん、一緒にさせていただいたりとかして、うんうんうん、アニソンシンガーも 4,5 人で集まってね。そうですね、華やかな会でした。みんなで、ね、犬連れてきてやったんですけど、ちょっとね、謝りたいことあるんですよ、井口さんに。この場 で、うちの犬が井口さんにおしっこかけたんです。ここにいた時に、そう、その後朗読会のイベントがあったんですよ。でこの衣装のまま出ますみたいな感じで。全然ほんま大丈夫ですか。乾かしゃなんとかなりますからね。やばいでしょ。ちょっと黄色い柄みたいな。いやほんまにこの場を借りてすいませんでした。とんでもない、懐かしい。ちょっとね、失礼なことをうちの犬がやったので、うん、もう飼い主もちょっと失礼なことをお願いしたいなというふうに思ってるんですけど、はい、インデックスの名言いただいてもいいですか。わかりました。ちょっと久しぶりだから似てるかどうかわからないですけど。似てるかどうか。私と一緒に地獄の底までついてきてくれる。わー、あーついていくわ。さあ、はい、もっともらってもいい。あ、いいですよ。トーマートーマーって言ってもらっていいですか。トーマートーマ、お腹減ったって言ってるんだよ。やばい。いやいや、ゾクゾクする。いや、そんな、みんな、もう一個いいですか。大石さん、やっぱりですよ。俺、井口さん、じゃもうマジで大好きなのよ、うん、声が優しい。優しいとかじゃなくて、何度でもやりますよ。月日ちゃん、あ、物語シリーズ、はい、お兄ちゃんって言ってもらっていいですか。出たよ、またそのパターンですか。何人のお兄ちゃんになりたいんですか。朝だよ、お兄ちゃん。起きないと遅刻しちゃうよ。犬飼いでは絶対に頼めなかった。おかしいでしょ。トムちゃん10年。もともとラジオ好きだったんですか。うん、大好きです。もうずっと聞いてました、学生の頃。結構声優さんのラジオとかって深夜にやってることが多かったので、
やって寝ないようにしながら一生懸命ラジオ聞いてました。やっぱ聞いてたら自分も喋ってみたいとかそういう気持ちになったりするんですか？小学生の時とか、一人でラジオ番組撮ってました、テープに。どういうこと？カセットテープ回して録音ボタン押して始まりました、井口優香のなんやらかんやら、では早速1曲って言って、かける曲ないから自分で即興で歌う。続いてお便り。お便り届いてないからその場で自分で即興で、こんにちは井口さん、こんにちは。そんなんやってた。一人遊びもしてましたし、だから一人ラジオするのは夢だったので、今こうできてたりするのはすごい嬉しいですね。特に聞いてたラジオとかありますか？そうですね、堀江さんと田村ゆかりさんと富永美奈さんがやってたドリカンっていう番組があって、それこそコムちゃんの、そうです、コムちゃんの前身番組で、アニソンのトップ10を紹介する番組だったんですけど、そこで最新のアニソンを聞いたり、キャラクターでない声優さんの普通のトーンでのおしゃべり聞けるのがすごい貴重で、やっぱり堀江さんのラジオを聞いて育ってきたので、もう私が声優を目指すきっかけの方ですね。堀江さんを見たからなりたいって思った。ね、アニメ界ではやっぱレジェンドというか、当時私だからファンクラブにも入ったりとか、CD も買ってもう神棚に飾って、聞きたいけど指紋がついちゃうからあんま触れないみたいな、大事大事ってしてました。なんて関係ない、声優募集にちょっと通信。よいしょ、よいしょ。どういうことこれ？14歳の時なんですけど、ゲーマーズっていうそのアニメショップっていうんですかね、があって全国にいっぱいあって、その中から店舗に一キャラずつ妖精を、守護妖精を作って、守護妖精、すごいお店にはこう切り盛りする妖精さんが実はいるんだよ。ちょっと当たり前のように言い過ぎて僕ちょっと僕ら戸惑っちゃったんですけど、妖精がいるという、そうですっていう設定を作ってですね、はいはい、その妖精さんたちにこう一人ずつ声優さんを、声を当てていこう、面白い、はい、っていう企画があってそこに応募したんです。でも全国に結構ゲーマーズさんありますけど。そうなんです、たくさんあって、しかもその時の募集がまず5店舗募集だったんですよ。で私は横浜に応募したんですけど、それは横浜のキャラクターがすごく個人的に好みだったから、ただ店舗に1キャラ妖精を作るってことで、その店舗のその町にゆかりのある子を声優として募集します。あ、なるほど。なのでなんか募集要項にも、作文で300文字みたいな、なんかその町と私みたいなの書かなきゃいけないっていうのもあって、で私は横浜のキャラがいいけど横浜に縁もゆかりもなかったので、あ、もう住んでもなかったんですか？住んでもないし、東京生まれ東京育ちなので、親戚のおばが横浜に住んでいて、横浜はとてもいい街と聞いていますっていう、横浜何も知らないよエピソードを300文字書いて応募するっていうことをしました。それで合格したんですか？はい、合格しました。いや何を見てんねん、ゲーマーズ、ゲーマーズさん何を見てんねん。詳しく言うと、補欠合格で、その横浜のキャラクターはちゃんと横浜にゆかりのある子が受かったんです。あ、横浜の妖精は別の方がやったんですね。でも、なんでしょうね、やる気を買ってもらえたのか、熱意を、はい、とりあえずキャラクター決まんないけど補欠合格みたいな感じで補欠合格にしてもらって、後に本店の2号店が当時あったので、2号店ガチャ美少女館の担当する女の子の妖精をゲットしました。めちゃくちゃすごい。あ、これ、はい、サファイア、はい、ゲーマーズガーディアンフェア、うん、めちゃくちゃ可愛いじゃん。そうなんです。じゃあ、はい、これはなんか活動とかされてたんですか？まあ一応キャラクターボイスで声優ではあるんですけど、アニメ展開とかっていうのはやっぱすぐにはできないので、なんかやっぱゲーマーズを盛り上げよう、店舗を盛り上げようってことで、妖精ですもんね。はい、妖精です。売り上げを上げようってことで、レジの横に立って、なんかこう商品買ってくれたら、なんだろう、握手とか。井口さんが、そうですそうです。ゲーマーズの、はい、レジにいたの？いました、14歳ぐらいで。なんで早く言ってくれないんですか？僕言ってたのに。来ない来ない。あとは何でしょうね、店舗前でみかん箱の上で歌歌ったりとか。結構地下アイドル的ですね。そうですそうです。出演してない作品だけど、なんか漫画が第1巻が発売するから、その
漫画の主役のキャラをあのコスプレしてビラ配るとかやってましたよ。へー、貴重ですね。出会いたかった。よく知らないおじさんに二の腕とか触られてました。おい、見とるぞ。いやでも全然別に減るもんじゃなし。見とるぞおっさん、なんで触ったんや二の腕。怒るぞ。そこに二の腕があったからですよね。山みたいに言うな。ちなみにラジオとかってこの時はやられてました、うん、そうですね。金田あさみさん、氷上京子さん、沢城みゆきさんの3人でデジキャラットっていう作品やってたので、その作品にちょっと出演させていただいてたので、ちょっとコーナーをやらせてもらったりとか。じゃあ沢城さんとかからこう振られたりして。振られたりしました。当時すごい覚えてるのが、はい、七夕の時期でみんなで短冊を書こうっていうコーナーがあって、私その時中3とかだったので、期末テストでいい点が取れますように書いたんです。そしたら真っ先に当時高校生だったみゆきさんに、それって短冊に書くことじゃなくて自分次第じゃない、ズバズバ書き直しますねみたいな。高校生とは言え、沢城さんに言われたらちょっとドキッとなるよね。みゆきさんは本当に憧れの人で、堀江さんとはまた違う、その現場でご一緒してからの声優たるものみたいなものを背中で学ばせてもらった方なので、みゆきさんの一言一言はすごい胸に刻まれてます。続いてはこちらです。ドン、大沢事務所に入るため自らガツガツ電話、事務所にちょっとつ申しんということで、それでは細かいプロフィールと一緒に見ていきましょう。こちらです。17歳の時、大沢事務所に入るため代表番号にいきなり電話。私井口由香って言いますっていうこと。そうです。一応スタッフさんが大沢事務所さんに連絡は入れてくれてたんですよ、だけどどうやって面接というかしたらいいか分かんないので、じゃあもうやっぱ自分で電話した方が早いなと思って、お電話はもしかしたらご連絡いってるかもしれないんですけれども、そちらに入りたい井口ですみたいな。電話して、すげえ。で、まあ、当時すごい優しいスタッフさんが、あ、じゃあいついつお越しくださいみたいな感じで、パッピンポン来たよ入れて。で、面接した。はい。で受かったんですよね。そうですね。でもなんか本当なら当日優しい女性のマネージャーさんが対応してくれるって聞いてて、ルンルンで行ったらもう扉開いたら、その大沢事務所のアニメ班で一番怖いと噂されていた男性マネージャーさんが、話は聞いてたよ終わったって思いながら、まあ、ちょっと面接して、でなんかちょっとこう読んだりとかして、やる気はありますみたいな感じで話して、で、まあ、すぐに所属とはいけないけど1年間様子見で研究生として預かりましょう。へー。愛理ちゃんとかって怖いスタッフさんとか、いやこの人にはちょっと頭上がれへんなっていうスタッフさんとかいらっしゃるんですか。います。話振ってその目をし始めた時から、あ、いるなと思ったわ。はい、います。いるんだ。今はまあでももうあれですけど、やっぱキュートの初期の頃とかについてくれてた方は、今は愛だってわかるけど、当時はもう本当ただの怖い大人だと思ってたんで、もう電話出るのに一回切れるの待ちました。来た来た来た、あー一回ごめんなさい、一回出ないふりをします。お母さん電話来てるなんかあったんやろなみたいな、みんなそれ多分やってましたね。いやー、なるほどな。でも愛ですね、やっぱり愛なんですよね。その優しさとか厳しさが当時は本当怖くて、なんか前髪とかも切りすぎて事務所に呼び出されて、小1時間ずっと立ちっぱなしで説教を受けるみたいな。声優とはいえこれからなんかこう表に立つ仕事だってあるし、今も仕事してるのにそんな前髪、仕事する気ある？マジでそれ同じです。本当に同じ。髪の毛問題って多分小さい頃、思春期ってまず何よりも大事、大事、女の子の中で自分何よりも裸よりも大事みたいな感じだから、裸も大事今はないんですけど、ハロプロって私が本当中学生ぐらいの時って、髪型みんな決まってたんですよ。洋室まで決められてて、すごい。そうで、みんな行かなきゃいけなかったんですけど、ハロプロの全体のライブがあった時の初日の始まる前のゲネプロ会場でやったら、つんくさんが見に来ていて、あの全部の内容打ち合わせの後、ちっちゃい子たちだけ残されて、髪型をめっちゃチェックされるんですよ。で、なんかそこで、ショートカットにした方がいいねとか言われるんですよ。みんなもう、みたいなことか。あと前髪こう隠したいのに、さっ、ピンピンとか。前髪今日からセンターを分けたみたいな。すごい、すごい。全然
た中学校の時とかは知らなかった。うちらの時代はめっちゃ厳しい学校みたいなね。そうですそうです、うん、だからちょっとなんか似てるところやっぱありますよね。さあ、ここからはですね、うん、事務所に所属してからのお仕事遍歴を見ていきましょう。はい、こちらです。あ、19歳、うん、アイドルマスターゼノグラシア天海遥香役で、主演に抜擢、うん、そして憧れの声優と初めての共演とありますけども、うん、まあ、これも言わずもがなですね。言わずもがな、堀江由衣さんです。はい、ね、はい、そっか、ゼノグラシアやってたもんね。そうなんです。アイドルマスターというタイトルはついているけれど、うん、あの同じ作品キャラクターだけど、こっちはゼノグラシアはロボットに乗るっていう方の、うん、今いわゆるアイマスとはまた違 う、ね、世界線のアイマスなんですけど、堀江さんが私の親友役なんです。もうこんなことってあります？いや、ない。あれ、古文の授業が始まった。いや、ない。本当にもう、初共演はどうでしたか？いや、もう嬉しくてしょうがなかったんですけど、もう絶対隣の席も座れないし、もうな、見ることもできなくて緊張しちゃって、大好きだけど現場でなんかその大好きを出しちゃったら、なんか仕事しに来てるのにファンになっちゃダメだと思った結果、全然好きじゃないっていう、あの失礼な態度を取ってしまうっていう。それはなんか後でまた、ね、うん、堀江さんとも仲良くなっていくと思うんですけども、うん、その時の話とかしないんですか？あの時はごめんなさいみたいな。言えないです。あ、言えないんだ。言えないです。じゃあもうずっとツンケンしてるやつみたいな感じになってんじゃないの？うんうん、今もそうだったらどうしよう。さあ、実は今日の収録に合わせて、うん、堀江由衣さんご本人から井口さん宛にメッセージが届いているんです。いや、これそうなんですよ。ビッグサプライズ。視聴者の皆さん、これリアルな反応です。あの台本には全く書かれてなかった。急に緊張してきた。堀江さんに言ったんですか？そうらしいです。そうなんですよ。はい、というわけでちょっと早速なんですけども、はい、じゃあ読んでいこうと思います。堀江さんから何を？堀江さんの大ファンだそうですが、どう思いますか？言ったんですか？はい、質問しました。聞いたところ、うん、逆に私の方が井口さんに憧れていて、生まれ変わったら井口さんになりたいと思っています。お、元気で可愛くてみんなから愛されている井口さんになりたい。個人的にはお洋服がいつもおしゃれなので、おしゃれになるためのアドバイスをしてくれるインスタとか YouTube とかやってほしいです。もうやっていたらすみませんとのことです。ちょっと後半も候補席聞けてありがとうございます。でもすごく私も井口さんの第一印象が、うん、兄様去年のアンコールの時の、うん、はい、ご一緒させていただいた、はい、ちょうど私の近くで最後の場所が、うん、あの T シャツのアレンジが誰よりもおしゃれで、嬉しい。 T シャツってこうやってアレンジしていいんだって、あのワンピースみたいにされていて、一番大きいサイズにしてもらって、ちょっとお腹の部分切り取ってメッシュにして、もうスタッフ陣ざわざわでしたもん。あれ、どうやってやってんだろう。二十歳の頃、はい、これで僕知りましたね。とある魔術のインデックス、インデックス役に出演、はい、そして文化放送ラジオコムチャットカウントダウンアシスタント、うん、パーソナリティに大抜擢と、はいはい、ちなみにですね、はい、コムチャ時代の写真も今日あるみたいです。あ、見たい見たい。こちらです。あー、これね、懐かしい。知ってるわ。お、嬉しい。桜井さんとはどんな感じでラジオをやってたんですか？そうですね、本当にもう実際お兄ちゃんみたいな感じですごい頼りになるし、優しいし、あの本番前とかに早めに2人でブース入って、うん、なんか最近あったこととか仕事の相談とか聞いてもらったりして、大事な時間だったんですけど、うん、本番だけはなんかすごい飴とムチがすごくて、無茶ぶりとかも、まあ、リスナーさんと共に無茶ぶりがすごかったですね。無茶ぶり、例えばなんかこうモノマネだったりとか、まあ、もともと私がコムチャに参加して自分の立ち位置を見つけねばと思って、うん、モノマネが得意ですみたいな、得意でもないのに、はい、言っちゃった結果、もう桜井さんがどんどん、じゃあこのマネ、このモノマネ、例えばどんなモノマネが得意だったんですか、バンドエイジさん、うん、ほっぱり冷房でこうなってくるとこういう空気になるから久しぶりにやるからもう似てないし、まあ、最初から似てないんやけど、ちょっとゆで卵って言ってもらっていいですか、小田裕二さん。おい、俺が言うのかよゆで卵、おい、おいしくんここは封鎖できませんって言ってもらっていいですか、黒柳徹子さん。ここは封鎖できませんおもろい、ね、おもろいわ、ね、あなたが可愛らしいわね。
すごいわ。ありがとうございます。すごい瞬発力ですね。めちゃくちゃ鍛えられてるじゃないですか。似てる似てないじゃなくて、投げられたボールをとにかく打ち返すみたいな。もうどこに飛んでってもいいからとにかく打つっていうのを先輩に教えてもらいました。でしょでしょ。さあ続いてはこちらのコーナーです。井口優香のカバーでしょでしょ。今回この番組では井口さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました。今回の選曲なんですが、井口さんが特に歌いたい方はもちろんあの声優さんということで合ってますでしょうか。もちろんです。もう今日何度もお名前挙げさせていただきました、うん、堀江優衣さんの楽曲です。楽しみということで、今回は堀江優衣さんが歌うアニソン歴代曲の中からアンケートを募集しました、うん。ファンが選んだ神3はこちらです。出た、もう全部聞きたい。これメドレーならないですか。ならならなら。それでは神3に入った曲の中で井口さんにカバーしていただくのは、ラブディスティニーでーす。光栄だな。嬉しい。これを井口優香ボイスで聞けるわけですか。はい。めちゃくちゃ貴重ですよ。ですよね。このカバー番組とかやってました。まさかやったことないです。ラブディスティニー歌うのは初です。あら、カラオケではもちろん歌いますけど、うんうん、こんな人様に見せるようなこと本当になくって。そして実は井口さんが歌うラブディスティニーについても、うん、堀江優衣さんからコメントをいただきました。ちょっとごめん、何でも聞くな自分ら。何でも聞くな。しかも歌う直前に読むっていうね。本当ですね。はあ、すごい。読みます。高鳴るわ。実は私も正解がわからないまま長い間歌っているので、ちょうど歌の上手な人に歌ってもらって参考にしたいと思ってました。期待しています。堀江さん、毎回ちょっとハードル上げるの何なんですか。本人すら答えが分かっていない歌を井口優香さんが歌うっていう、ね、そうですよ。これは桜井貴博さん以上に無茶ぶりっすね。本当ですよ。今までで一番の無茶ぶりです。貴重な機会なので頑張ります。はい、はい、それではよろしくお願いいたします。はい、それでは聴いてください。井口優香でラブデスティニー。私のヒーロー、モンキー・ディルフィーでーす。めちゃくちゃかっこいいなと思って憧れて生徒会長になることができました。すげー、すごい。歌も踊りもお芝居もできて、もうパーフェクトアイドルなんですよ。早口になってるから。ごめんなさい、まずい。この番組のゲストっぽいくなってきて、ね。